人生の総資産を増やすグレートインベスターへの道。こんにちは、道代です。今回は前回に続きですね、綺麗事で経済は回るのかパート2になります。パート1ですね、まだご覧になっていない方はぜひそちらを見てから引き続きこっちのパート2を見てください。はい、前回は、ピケティの話だったりとか、価格差の話とか、 R ダイナリジーの不等式の話ですねの話とか、いや世の中って経済って綺麗事じゃ回らないよねっていう見方をお話をしました。なんだかんだね、経済って人の感情欲望とかそういったもので動いている。じゃあそこに綺麗事が挟み込む余地はないのか。このままずっと経済って格差が広がり続け、それが奪い合いになり戦争の原因になっていってしまうのか、それはしょうがないことなのか、そんなお話をしました。そして冒頭ですね、渋沢栄一の論語とソロバンの話もしました。2024年から1万円札が論語とソロバンのですね、渋沢栄一に顔が変わります。論語とソロバン、ソロバンというのは経済を意味します。論語というのは道徳、人としてのあり方、生き方を意味します。それがセットであることが大事だよっていう、そういうメッセージだと思うんですけども、じゃあこれからの経済って一体どうなっていくのかな、どうなっていったらいいのかな、どうしていったらいいのかなっていうことをみんなと一緒にね、僕もぜひ考えたいなと思い、ちょっと今回の動画を撮ってるんですね。でその中でそういったことを考えてる時にね、先日社長からある話をしてもらった。そこで前回の動画終わってるんですけども、じゃあその話とは何だったかっていうと、ズバリ孔子の論語の話だったんですよ。論語というのはですね、もう2000年以上前ですね、今中国ですけども、そっちの大陸の方でとある偉人がいたわけですね。孔子という偉人がいました。でその孔子の教えというのをその弟子の人たちが集めてですね、本にしていったものを論語というふうに呼んでます。そしてそれは今でも世界中の人たちが読み、世界中のリーダーたちが読んできた道徳の本、生き方、在り方、人としての在り方、真善美を説いている本ですよね。とても有名です。ちなみにこの孔子が論語を説いていた時代ってどういう時代かっていうと、一般的にはですね、春秋時代って呼ばれてますね。春秋っていうのは、春秋と書いて、春秋時代、よくその春秋戦国時代みたいな風に言われますけども、ちょうどその秦の始皇帝の時代ですよね、が生きていた時代で、その中華が分裂し、そして秦の始皇帝によって再び統一される、そんな時代です。だからまさに激動の時代であり、もう戦争争いが絶えない時代、もうどんどん人が死んでいく、殺されていくような、もう本当に地獄のようなですね、そんな多分一幕もあったような時代、その中で孔子は生きて、そしてそこで人としての在り方、生き方を説いていったんです。そんなもう本当ドロドロとした現実の中で、人はこう生きるべきだっていうことを説き続けた人です。ちなみにですね、この論語って本当に、歴史的な人物たちほとんど読んでるんじゃないかって言われてるんですよね。例えば聖徳太子とか紫式部とか楠木正成だったり、吉田松陰、二宮尊徳、西郷隆盛、そして前回でも、今回でもね、ちょっと出した渋沢栄一、名だたる人物たちがこの論語を読んでいた。ちなみに聖徳太子の17条憲法ってありますよね。和をもって尊しとなすっていうふうにそこには書かれていたわけですけども、実は論語の中にも、礼の要は和を尊しとなすという言葉がですね、実はあるんですけど、そこからも分かるように、やはり聖徳太子もその論語を読んで、17条憲法にですね、その影響が色濃く出てるというふうにも言われてるんですね。17条憲法の第1条が和をもって尊しとなすなので、まさにそれは論語から得た着想だったのではないかという、そういったですね、見方もあります。ちょっと話戻しますけど、その社長がね、うちの社長、長尾社長が、先日東京出張に行かれたそうなんです。普段は関西にいるんですけども、東京にもお店がありますから、白金ユニワというですね、お店を出してますので、それ以外の多分用事があってですね、東京出張に行かれたと。でその時に帰りにですね、その白金ユニワで作ってるお弁当を、これ帰り食べてくださいね社長っていう風にもらったそうなんですよ。でそれを帰りのね、新幹線で食べたら、むちゃくちゃ美味しかったんだってことをおっしゃってたんですね。もう私はそれでハートを射抜かれたと、胃袋をつかまれた、多分久々に食べられたというのもあって、いや白金のね、ユニワのお弁当も本当美味しいなっていうふうに思われたと。でその、帰ってくる途中にですね、お弁当を食べて、その後、自分のカバンの中に入れてあるですね、論語の本を取り出してパラパラと見てたそうなんですよ。その時にパッと目に入ってきた言葉があった。それがどんな言葉だったかっていうと、ちょっと言いますね。我日に我が身を賛成す、人のために計りて忠ならざるか、
法友と交われて真ならざるか、習わざるを伝えしか、そんなですね言葉が目に入ってきた。これは現代訳にすると、下村先生というですね有名なあの論語の翻訳の先生がいるんですけども、その現代訳論語ではこういうふうに訳すことができると、ちょっと読みます、私は毎日次の3つのことについて反省することにしている。その第1は、人のために計ってやるのに全力を尽くさなかったのではないかということであり、その第2は、友人との交わりにおいて真偽に背くことはなかったかということであり、そしてその第3は、自分でまだ実践できるほど身についていないことを人に伝えているのではないかということである。これを長尾社長はですね、私的にそれを解釈するならばこういうふうに言うかなっておっしゃってたんですね。それがどういう言葉かというと、私は毎日何度も振り返る、人の話を聞き、人に助言をするときに、相手のために真心を尽くしただろうか、共に嘘をつき裏切らなかっただろうか、その嘘っぱちを人に教えはしなかっただろうか。でちょっと話をまた白金に戻ります、白金をですねそのお弁当を作っているのは、その白金の、ね、スタッフと、そのスタッフをですね率いる白金ユニアの店長のですね茂吉さんっていう人がいます。女性の方ですね、茂吉さんで、その茂吉さんはもともとずっとですね北極老人の下で修行を積みですね、料理も教えてもらい、そこから大阪からですね東京の方に行ってですね白金ユニアのお店を任されるようになったんですけども、そのね茂吉さんってもともとそのお弁当を作るとかね以前にもう盛り付けとかがものすごい下手で、絵心っていうかね絵もすごい下手だったらしいんですね。だからもう綺麗にお弁当を盛り付けするとか以前のレベルだったその茂吉さんを実はずっと横で指導していた人がいた。それが今のお食事ユニアの店長チコさんですね。もともとお食事ユニアはチコ店長と茂吉さん2人がですね、ずっと支えていたわけですけども、その茂吉さんをずっと横で根気よくそのチコさんがですねこういう風に盛り付けするんだよ、こういう風に料理って作るんだよ、こういう風に出すんだよってことをずっとずっと二人三脚で教えていたそうです。今の白金のそのユニアのお弁当ってすごい盛り付けが綺麗らしいんですね。その色とりどりの季節の野菜だったりとかおかずだったりとかがバランスよく、食材だけじゃなく色合いも非常に綺麗に盛られている。それを見ただけでもうねよだれが出てきて、あ美味しそうだな、そして癒されるようなねお弁当になってるそうなんですけども、社長はそれをね茂吉さんに言ったそうなんです。いや盛り付けうまくなったねっていうふうにポロッと言った。そしたらそのね茂吉さんが iPad を見せてくれたそうなんですね。そしたらですねそこには毎日毎日どういうお弁当にしたらいいだろうか、どういう食材を使ってどういう色合いでそのおかずを並べたら美味しく見えるだろうか、食べる人が喜んでくれるだろうか、食材のバランスも考えてって一生懸命茂吉さんが考えてそのねイラストにしてるものがブワーッと大量にですねあったそうなんですね。で社長が聞いたそうなんですよ。えこれ毎日やってんのって聞いたら、あそうなんですよ、でもまだ白金に来てからなんで2年ぐらいですかねって。その時にですね社長はさっきのその論語の言葉を思い出したそうです。そしてそれは茂吉さんの立場からその論語を捉えた時にどういうふうに言い換えることができるかというとって話してくれたんです。それが次です。私は毎日何度も振り返る、食材の声を聞き、弁当を作る時に食べ手のために真心を尽くしただろうか、盛り付けの手を抜き弁当を裏切らなかっただろうか、その弁当を後輩に教えはしなかっただろうか、そんな言葉になるかもしれない、そんな話をしてくれたんですね。それを聞いた時に、あこれからの経済ってやっぱそうあるべきだよねってすごい思ったんですね。もちろんお金を稼ぐことは大事ですよね。お金を稼げなかったら生きていけない。今の世界では、今の社会ではまだそういう社会です。お金がなかったらご飯も食べれないし洋服も買えないし家賃も払えない。だからお金って絶対いるんですよね。でもそれを得るためだけの働き方とか生き方っていうのはやっぱり違うし、それを追求しすぎてしまうがゆえに今の経済システムになってしまってる。より多くのリターンを得ることが第一の目的になってしまってる。いやでもそもそも経済というものはどういうふうに循環するのか、それをやはりこの何か自分が作ったものを通じて喜んでもらいたい、それをそんないいものを作れる自分でありたい、そのために自分ももっと日々頑張ろう、成長しよう、そしてそれによって作ったものを手にした人がああ喜んでくれたらいいな、そんな思いが循環してくれたらいいなというふうに、結果的にそれによってお弁当が売れて食べた人が喜んでくれて、喜んでくれたからこそそれはお金を払ってくれて、
そしてそれによって得たお金を使ってまたいい食材を仕入れ、またそこからよりいいアイデアを出して、そしてもっといいお弁当を作って、それをみんなに食べてもらおう、そうやって循環していく中にこそ本当にみんなが豊かになっていく、幸せになっていく経済ってあるんじゃないかなって僕ね本当に思ったんですね。あ、もしみんなが僕も含めてそうやって目の前の仕事なりに取り組んでいくことができたら、本当にそれはこれからの新しい経済のひな形になっていくだろうなって本当思いました。そういう意味でもそんな綺麗事が通じるような社会ならばどんなに素晴らしいか、そしてですね、北極老人も長尾社長もそんな綺麗事が通用するような社会をですね作っていくために、まさにそれを今の会社で実践している、そんな綺麗事をこの資本主義の枠組みの中で今の会社でですねまさに実践しているのを間近で見たときに、いや本当にね純粋にね自分もっと頑張ろうと思ったんですね。もっともっとそういうことを伝えていきたいなと思ったし、自分もそんな思いで YouTube も撮り、そして自分の目の前の仕事にも取り組み、人と会い、人と語り合い、もっともっと日常の中でそれってやっていくことができるようなっていうのをねめちゃめちゃ思いました。なので今後もよりですね現実にも妥協しない、現実はもちろん現実でしっかりやる、経済活動もやる、そしてより高い高い理想を掲げ、その現実と理想両方を統合し実現し、そして堂々と綺麗事を叫べるような、そんな生き様、生き方を僕も日々積み重ねていきたいなというふうに思いましたので、ぜひですね一緒にそれぞれですね動画を見ていただいている方も仕事があったりとか、それぞれの役割があったりとか、日々いろんなことに挑戦されていると思うんですけども、そんな気持ちでね目の前のことに一緒に向き合ってやっていけたらとても嬉しく思います。